っとですね、撮影をするには角台がいい、撮影をするには角台がいい。ここどうですか。1823ゲーム回して ART7 回、ちょっとね北斗打ちたいんでこれを実践したいと思います。閉店時間がですねもうあと2時間40分ぐらいしかないので、早速実践に移りたいと思います。さあ実践開始から1時間経過したところで、現在の同時が1150枚、そして1278ゲーム消化してます。ですね、天井が見えてきた、天井が見えてきたよ。ここで中断。いやさあ、スタンドからコインがなくなったところで閉店時間を聞いたんですが、閉店時間ですね10時50分となってます。ということであと1時間25分、いやー1万円、いやちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、広角からの1枚役で上がるとかやめて。怖え怖え怖え。現在1438ゲーム、頼む2人いないで、よしいいんだよいいんだよ、頑張んなくていいんだよ、頑張んないで大丈夫、オッケー、おいおい、やめてくれ。1443ゲームおい、いやーすごい嫌な予感がするチャンス目、チャンス目ですよ、やばいぞ。超ドキドキしてきた。どっちだこれはね、いやーレイが頼む、どっちに頼むっつったらもう何も引かないでお願いします。いやー、ドキドキしてきた。言葉的には大丈夫、まずはこの中段チェリーのカウンターが消えることを願って。セリフは弱いんですよ。弱水化からは入らないだろう。あー、ドキドキする。中段チェリースルー、イエス。総投資枚数が、1500枚いきました。1500枚か。実戦のできる残り時間がですねあと1時間20分ぐらいしかありません。こっからね、巻き返すには時間が足りないんじゃないかなと思いますが、できるところまで、取り返しましょう。1600ゲーム回しました。中段チェリーがうんともすんとも言わないまま、気づけば天井までストレートですね。いやー回した、1000ゲームぐらい回した。さあ天井の前兆中のはずなので、もうすぐジャギをぶっ飛ばしてラオお兄さんのところを会いに行きましょうか。出た、1630ゲームハマりましたね。さあ行きますよ、何色か注目、まだか。さあ天井の激闘ランブ、何色、
レインボー念願の AR っていう激闘乱舞総投資枚数が1600枚、1600枚なんで折り切れるかな、回収できるかな。残り実践時間がですね、閉店まであと1時間ほど、1時間ほどしかありません。まあレインボーなんでね、レインボーなんでね、ちょっと、そうか、そうだ、天井は時ストックがあるんだ。ありがとう時兄さん、ありがとう時兄さん。天井レインボー2連、そんなことは脳裏によぎるけど、1枚上が取りますよ。キョーベル、イストボーナス、あーバトルか。さあどうなるか、すごくドキドキしてきた。上乗せしてーなー、せめて閉店まで終わらないバトル。上乗せできずともラオウには負けないケンシロウ、僕はそれが見たい。出た、行くぞ、行ってみよう、ドン、イエス、来た、時間がないぞ、あと1時間しかない。とりあえず100、頼むよ頼むよ頼むよ。ないのか、ないんだね。いやーそうっすか、まあ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 、まあ、見せ場は作ってよいやー剣王乱舞行きたかったな。とりあえず100ゲーム上乗せありがとうございます。もうね、閉店まで終わらないっていうためにはこんな打ってる場合じゃないけども、せっかくなんで1回目は見ます。40ゲーム上乗せ、残り ART137 ゲーム、はい、今時間の方がですね、夜の10時になりました。マグマさんの閉店時間が10時50分となってますので、残り時間50分、約50分ですね。さあこの50分間で取り切ることができるのか、まあ継続しないっていう可能性も全然あるのでね、まだまだ取り切れないとか言ってる場合じゃない。まずは目の前にいるラオウをバツンとパンチ一発打ちかましてあげないと、終わんないとか言ってると一発目に豪勝を吐きて負けると、それがいつものラオウの怖いところ。お、さあバトル、お、いや時間ないからいい、70ゲーム上乗せ、70ゲームか、上出来です。さあね、閉店時間も近くなってきたんで、連打して演出を楽しんでる場合ではない。いやー、さあバトル2回目、一応ねオーラが大きいので、そしてレインボーオーラなんで大丈夫ですよね。今日のケンちゃんは強いはずだ。さあ特に上乗せすることもなく3回目のバトル、カットこ、ね、大丈夫ですよ。よし継続、さあバトル継続したところで現在の獲得枚数が600枚、
現在相当し枚数が1600枚なんで残り1000枚、39分で1000枚いける？本当に上乗せすることなく第4回目バトル、きた、ド M ケンちゃんが現れたよ。君は立つんでしょ。ド M、 ド M だけどここは立ってもう一回蹴られたい。危ない、人の力を、人の力で立つか君は。しょうがないね。引いた、今ね外れ目だったよね。全然見てなかったです。ちゃんと押し順を守れって話ですよ、ARG 入ってから3ゲーム。さあターボ、ここは上乗せしていこう、乗せていこう。30ストック、さあ乗っけていこう。30乗っけてこう。ゲームプラス10、さあ乗っけてこう。スイカだよ。30、さあこれがラスト、しまって、とりあえずストック。だいぶ乗せましたね。残り156ゲームと、いやーなかった、見てる場合じゃないから飛ばす。30ゲーム、はい、30ゲームしか上乗せしてないのでこれもねサクッと終わると思います。白いね、出たせい、いやー引いたわ。そっちか。さあ残り時間18分しかないですが、激闘ランブターボスタートから202ゲームとなっておりますが、もういい、最後まで最後まで乗せよう。イエイ、10、まだ行こう。10、さあ今48ゲーム、16分あればこれは取り切れる。10、だいぶ乗ってきた。2個ストップしましたね。現在残り ART 68ゲーム、終わらないぞ、取り切れないぞこれ。あと300枚、あと300枚出ればチャラライ。残り時間が14分、これはねせっかくだからチャラにしたいな。久しぶりのバトルだな。17、30ゲーム上乗せです。今ね連打してたら、連打する前に早く回せって言われるからね。いいんですよ、やっぱりねパチスロは時間に余裕を持って楽しまなきゃダメなんですけど、そんな余裕は今はない。ラスト11分、これはねプラスになるかマイナスになるかのかなり重要なラインなんで、回しましょう回しましょう。このままいけば閉店まで ART 終わらずに進むかなと思うんですが、現在獲得枚数が1468枚、投資枚数が1600枚なので、もうちょいもうちょい足りず、ここはねあと10分で あと150枚いっておきたい。はいよ、さあ時間ないので見ません。やってられるか。20ゲーム上乗せ、おお七星チャンスか、点滅してるんでこれ熱い。
嘘、来たー、ここでか、ここでか、ここでか、出たー、プラス200、残り時間があと6分しかない。いっそ引いとけ拳王乱舞。盛り上がってまいりました、俺だけ盛り上がってまいりました。頑張れ、いっそ引いてしまえ、光れよ光れよ、光っとけ。さてさて、行ったら笑う、行ったら笑う、いや行かなかったか。いやー拳王乱舞行かず。さああとは閉店時間が来るまでギリギリ一杯回しましょう。やばい、時間が、閉店までの時間がもう1分切りました。ですがこの時間は僕が、そうなるだろうと設定した時間なので、正確な店舗の閉店時間ではありません。ということでこの数字がゼロになってもね、店員さんのレフリーストップが入るまでは僕は打ち続ける。さあ僕が設定した閉店時間3、2、1、さあロスタイム、ここから店員さんの挙動を見つつ、さあ店員さんに肩を叩かれた時点で終了。さてそろそろ店員さんの目が怖くなってきました。一応ね、店内の音楽止まるまでとか閉店アナウンスが流れるまでとかありますのでね。おお流れた、これは閉店アナウンスか、流れた。さあアナウンス内容、閉店です、終わった。とりあえずリプレイなんで、リプレイなんでね、リプレイですよ、まだラスト終了。うお甘くった。トーチ1600枚で天井行ってからのレインボー、そして木七揃い2回やって獲得枚数が1852枚と、プラスですよ、プラスですよ、あんだけ突っ込んどいてプラスですよ。はい、実践結果はちょっとここに出しておきますが、設定の方は僕はまた知らないので、もし聞けたらここら辺出しておきます、はい。天井行くまでね、いつも見ているいつもの北斗の拳が皆さんご覧になったと思いますが、本当パッツロは適度に楽しんでください。さあそういうことでガルムラ、北斗の拳閉店間際の実践やってみましたが、いかがでしたでしょうか。次回はですね、どんな形で実践するか分かりませんが、またまた次回お楽しみください。ありがとうございました。